昔、夫の親友が事故で亡くなって、残された一粒種の男の子をうちで育てた。そのあたりの事情は長くなるし、身バレも困るので割愛するけど、すでに6歳になってたから、本人も事情は大体わかってて。でも、亡くなった親友と共によくうちに遊びに来てたから、うちの生活に慣れるのは早かった。本当は養子にしたかったのだけど、母親が養子にすることだけは了承しなかった。うちには子供がいなかったから、子育てについて戸惑うことも多くて、どう対応していいのかわからない時もあったけど、私と夫の双方の両親も孫として接してくれたし、友人たちも協力してくれたし、いろいろ教えてもらいながら頑張って育てた。でも、普段明るくていい子なのが、時々暗い目になることがあって、それがすごく気になったりもした。1年も一緒に暮らすと、もう我が子にしか思えなくなって、可愛くて可愛くて、いつか母親が迎えに来るかもしれないと思うと、不安で震えることもあった。で、息子がと書かせてね、高2の時に転換期があった。ある日、息子が卒業したら就職する、って。それに対して、夫は、学力は十分あるんだから、大学は行った方がいい。行きなさい。お金の心配はいらないから。って言ったんだ。お金の心配してるのは、黙ってても分かったから。もっと早く行ってあげたらよかったと、反省した。こっちは、我が子として育ててるつもりだったから、学費は用意してた。そして、この時に、息子が思いの丈を話してくれた。子供の頃、父親と一緒に、うちに遊びに来てた頃、お母さん、私が作ってくれるご飯が美味しくて、いつもこんなの食べられたらいいなって思ってた。そしたら、お父さんが死んじゃって、お母さんに捨てられて、罰が当たったって、ずっと思ってた。中学の時に、新しい家が建った時、私たちのマイホーム。それまではアパート暮らしだった。僕の部屋があって嬉しくて泣いた。ちゃんと僕を息子だと思ってくれたんだって。でも大学に行きたいってのはどうしても言えなかったって。奨学金を借りてってことも考えたけど、自分みたいな境遇でちゃんと就職できるかどうかもわからないし、払えなくなったら私たちに迷惑かけるしと思ってたって。その後、無事に大学に進学して、就職もしてくれた。初めてのお給料をもらった時、週末に帰省してきて、焼肉に連れてってもらった。今は、仕事の関係で、遠方で暮らしてて、昨年の春に結婚した。そして、この年末、夫婦で帰省してきた。お嫁さん、5ヶ月ですって。どうしましょう。リアルバーになるのね。お嫁さん、体育会系のお嬢さんで、妊婦さんなのにテキパキしてて、私の方が心配で、そわそわしちゃったわ。とってもかっこいいお嫁さんで、息子と並んでる姿を見ると、なんか涙が出ちゃった。29日にうちに来て、元旦には、お嫁さんのご実家の方に向かったのだけど。その後、夫と二人で、6歳の頃からの思い出を語り合った。引き取ってよかったなーって。本当の母親は、どこでどうしてるのかわからない。いろいろ葛藤があって手放したのはわかってるから、手放した理由も、ちゃんと、息子には話してあるの。うちに引っ越す時に知らせようとしたのだけど、言われていた連絡先には、とうにいなくなってて。今、どこでどうしてるのかわからないけど、あなたの息子は、きっと立派な父親になると思う。